それではみんなの iOS 講座ゼロから Swift で学ぶ iPhone アプリ開発の基礎を始めていきます。最初にコースの概要を解説します。本コースには以下のような特徴があります。まず基礎が身につくことです。Swift を用いた iOS アプリ開発を基礎から解説するのでベースを固めながら少しずつ学習することができます。 また、初心者に優しいことも特徴です。少しずつ丁寧な解説を心がけており、レクチャーの難易度は緩やかに上昇します。また、プログラミング言語 Swift を0から解説するので、プログラミング初心者の方でもモチベーションさえあれば問題なく受講することができます。そして、本コースは体験を重視しています。手を動かしてコードを書き、 アプリを実際に動かすことを重視しています。このようにゼロから iOS アプリ開発を学習し基礎を身につけた上でご自身の目標を達成する術を身につけていただくことをこのコースの目的としています。それでは各セクションの概要を順番に解説していきます。まずイントロダクションです。ここでは iPhone アプリ開発及び プログラミング言語 SWIFT の概要を解説します。次に本コースで学習するための準備です。iOS アプリの開発環境である X コードのインストールを行います。また最初のとてもシンプルなアプリを作成し、実機での動作確認を行います。その次のアプリの UI 構築のセクションでは、ビューの概念、 画面遷移、レイアウトなどを学習します。そして Swift の基礎のセクションでは、プログラミング言語 Swift の基礎を勉強します。少しずつ丁寧に Swift の文法を習得していきます。ここまでの内容を踏まえて、次に簡単なアプリの制作を行います。シンプルなアプリを一から制作し、 アプリ開発の概要を体験ベースで把握します。その次のセクションでは iOS が備える様々な機能を実装していきます。実際にコードを書きながらアニメーションや地図、モーションセンサーなど様々な機能の使い方を学習します。そしてここまでの内容を踏まえた上で編集を行います。様々なアプリをベースに 課題と自由制作に取り組みます。ここまでの内容を習得できた方は、iOS アプリ開発の基礎が身につき、実際に自分のアプリを作ってみたくなっているかと思います。最後のセクションでは、さらに学びたい方のために、有用な情報を提供します。ここでは、ライブラリの導入方法や、サーバーとの連携、ディベロッパー登録や、 アプリの申請などについて概要を解説します。それでは iOS の世界を一緒に探検しましょう。講師として皆さんのご検討を心より応援しています。